1> はい、小1男子です。現在、浜キッズとクモに通っており、算数 C、国語 B です。小3よりクモ浜学園に通塾を検討していましたが、主人の仕事の関係で海外赴任が決まり、小2の中頃より帯同する予定です。小4には帰国し、浜学園に通塾する予定にします。小2から小3の海外での家庭学習はどう行えばよいか、ご,ご,ご教授願います。 1>, 1、くもの継続、2、浜学園のウェブ、3、1と2の両方。あえー、っとですね、まあ小1なので、浜木とくもに通ってて、C と B なんで、これだから小2で、まあ小4には帰宅小4のいつ頃帰ごろ来帰宅て帰国するんですかね。 えっと小4の終わりだとちょっと小4まあ小四だからそっか小4の塾には最初から行けるってことですねあのねあの基本的にはえっ、ー、と訓文の継続はもう大事だと思いますそれとえっ、ー、と日本語があやふやになるの困るので多数国語とねおすすめはね小学校日本で使われている 小学校の、えー、と算数と国語のね、教科書をね、ちょっとね、あの、ま、4年なので、四年、1、2、3、4年のね、4年分を普通には買えますから、教科書売ってる書店では買えますから、ね、頼んでね、買って持っていくといいかな。で、帰ってきたとき、それをね、向こうで見ながら、雲を見ながら、 で雲はどんどんもっと先進めるんですけど、まあ、日本の小学校では4年生はここまでやるっていうのは大体見ておいた方がいいと思いますよ。で国語もこのレベルは読めなくちゃいけないっていうのは覚えておいた方がいいっていうこととまあ浜学園のウェブを向こうの小二小三ではなかなかウェブは難しいので私はしなくていいと思いますよ。あ4年で帰ってくるんでね。で浜学園で4年に入ったらいいのであの浜学園に入って 浜江の小学校4年生に、えー、耐えられるのをつけるというのは、まあ、クモンの F までの、えー、計算力が必要なので、まあ、それはがっちりつけておくということと,、えー、っと、国語力がなかなかつきにくいんでね、海外だと。まあ、それをあの国語力ね、国語力ってね、なんか小3で小1でつけなかったものを小3でつけられるかって言ったらね、なかなかつけられないんですよね。だから積み重ねなんでね、 だから、ね、あのー、やっぱりなんかねしょやっぱ国語力をね、あのー、甘く見ないっていうかだから教科書は小1から小4までの買ってとりあえず持っていくっていうことと、まあ、日本語の,こあのえー、っとあのおえあ本とかねそれはちょっと多少持っていった方がいいかもしれないしれませんね。でそれであの日本語をまあ忘れないようにするっていうことと、まあ、ちょっとえー、まああのー、教科書に ええ準拠の問題集もとりあえず持っていいっったとこいいかな帰ってきて漢字は覚え損なったみたいになるのがまずいんでね小2小3の漢字って結構大事なんでそこら辺漢字が大事ですかねまああの浜口のウェーブはなかなか難しいのであの海外でお母さんだけで見てやるのはねそれはいいかなもし気になるんだったら小3の中頃からちょっとあのやっやて。 でもまあ、ちょっと覗いてみるっていうのもいいかもしれないですけどね。ま将棋には何もしない公文だっけ基本的には公文だっけっていうのでいいと思います。まあ、ちょっとまあその記憶するのがこの通りになるんだったらね。あのー、あれですけども、もうちょっと早まったりとかすると、まあちょっと早めにちょっとウェブもしてもいいかもしれないですけどね。まあ、基本的には丸一ですかね。